おはようございます。9月13日金曜日、武雄市役所復興支援だよりです。被災された皆様の一日も早い生活再建を目指し、復興対策室を開設しました。それに伴い、災害相談専門ダイヤル市役所1階ホールに総合相談窓口を設置しております。災害相談専門ダイヤルの電話番号は0954-27-7510 です。開設時間はいずれも8時半から19時です。災害復興に関することはお気軽にお問い合わせください。便装汲み取り手数料の助成を拡大しました。この度の豪雨により被災された家屋を対象に、8月から10月まで3ヶ月分の汲み取り手数料を免除いたします。被災直後の汲み取り手数料のみ申請が必要です。忘れずに申請してください。また被災した事業所は被災直後の汲み取り手数料を免除いたします。いずれも申請は市役所環境課へお願いいたします。罹災証明書、被災証明書の申請受付を8時半から17時15分まで市役所1階専用窓口で行っています。なお、9月14日土曜日は朝日公民館、15日日曜日は立花公民館、16日月曜日は北方公民館で受付を行います。3連休中の受付時間は10時から17時15分です。3連休中は市役所での受付を行っておりませんので、ご注意ください。本日の災害ごみの受け入れは、北方運動公園南長野地区採石場跡で10時から17時まで行っています。燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、家電、畳に分別し、持ち込みをお願いします。持ち込みができない方は分別して自宅の敷地内にお出しください。随時回収に伺います。また消毒を希望される方は環境課0954-27-7163までご連絡ください。ボランティアの方に作業を手伝ってほしい方は、災害ボランティアセンターまたは、母屋ボランティアセンターへご連絡ください。災害ボランティアセンターの電話番号は、080-9243-2172、または080-8364-5542、または090-7156-9899です。母屋ボランティアセンターの電話番号は080-1500-0001です。市営住宅以外の一時的な仮入居のご案内です。浸水等で自宅での生活が困難な方、今後の住まいのめどが立たない方を対象に、近隣市町の公営住宅などへの一時的な入居の受付を行っています。詳しくは住まい支援課0954-23-9221へお問い合わせください。今日も暑くなる予想です。こまめに水分塩分を補給し、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。